今回母親に大型リフォームをプレゼントしたかもしれません。そうなんです。いや綺麗やろ、めっちゃ綺麗な、ほんまに。すごい、入った時びっくりしてひっくり返しちゃった。この下見てこれ、すごいっすね。どうも、快速です。さあ今日なんですけども、おかんの誕生日企画をやっていきたいと思います。そうなんですよ、素晴らしい。実はですね、うちのおかんの誕生日が5月なんですけども、はい、まあ以前動画で1回サプライズ企画やったじゃないですか。やりましたね、誕生日で。まあお布団だったりとかプレゼントさせてサプライズやったんですけど、はい、今回は、うん、もうサプライズとかじゃなくて、はい、単純におかんの欲しいものを僕はちょっとプレゼントしたいなと思って、この間おかんに連絡したんですよ、はい、何か欲しいものあるかって、ね、結構おかんって月に1回ぐらいうちに来てくれていろいろやってくれてるやんか、うん、あるし本当に好きなものを買うよって言ってプレゼントするよって言ったら、はい、いやもうええわみたいな、もうそんなもうええもう十分十分みたいな感じで、ほんまにないの、いや十分やわみたいなやり取りしてたんですよ、うん、ほんで僕がピンときて、はい、おかんこんなんどうっつったのが、僕おかんに家を購入したんですよね、うんうん、21の時に、はい、そっから約20年間今まで、はい、実はリフォームしてないんですよ。あー、そう、はいはいはい、20年間やから、うん、もう結構汚れてて、うんうんうん、でうちのおかんってタバコも吸うから、はい、壁とかも結構黄色になってたりして。なるほど、まあ、ちなみに、まあ、写真があるんで見てもらいたいんですけど、こちらですね、結構汚れてんの、うん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 、ね、でそういやおかんと、うん、20年間リフォームしてないし、うん、はい、どうやここでちょっと大型リフォーム、これを誕生日プレゼントでどうって言ったら、うん、おかんが、うん、ええー、のってなって、わ、そんなんでも高額な子たちおかん、そんなええわー言うんだけど、いやいやもうこれやろうよって言ったら、はい、ほな甘えさせてもらうわって言ったから、はい、今回母親に大型リフォームをプレゼントしたかもしれません。そうなんです、素敵。そうなんです、そうなんです。めちゃくちゃ素敵なんですけど、結構いくってことですよね。もうかなり、ほとんどよね。金額的なこともすごいことになっちゃうんじゃないですか。すごいです。そうっすよね、もうすごいっすね。もうだから数百万ですよ。そうっすよね。まあまあやらしい話でも、まあそれはね、いいんですよ。いや素敵、もうこれはちょっとやってあげたいなって僕は思ったんですね。まあちなみに細かい話で言うと、はい、実は一回だけ数年前に、はい、お風呂が壊れたんですよ、はい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 、修理出した時にそのタイミングでお風呂だけは僕やってるんですね、うん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 、ガサッと、はい、お風呂以外全部やね今回。うわ、結構動画でも出てたりするじゃないですか、うん、僕の実家ってリビングとあと畳の部屋があったりするんですけど、それもう一個部屋があるんですよ、はい、で今回トイレも、はい、多分勝手に開くやつとかになるよ。うわ、もう全部やろうかなと思って。そうなんです。素敵な息子、素敵な息子。ちょっとね、動きがねあんま良くなかったよ今。いや素敵な息子やんか。そうなんですけど、うん、なんですけど、はい、ちなみにお気づきの方、はい、まあ、もういると思いますけど今日トンボいません。そうですね。そうなんですよ、ちょっとお忙しいようなんですけども、はい、で実はもうこの話結構前から進んでて、うん、もう実際現時点では、はい、もうリフォーム終わっております。何週間かかけて終わってる状態でございましてですね、うん、じゃあどうやって見に行くかって言ったら、これ事務所今東京じゃないですか、はい、実はですね、はい、明日僕大阪の番組、岡村さんと成美さんっていう方がやってる番組すぎる TV ってあるんですけど、はい、それに僕がゲストで出るんですよ。すごい。そのタイミングで実家見に来たなと思って、うん、どれだけ綺麗だったかで僕まだ見てないの。僕も、うん、お正月とか、うん、そうそうそう、行かせていただいてるじゃないですか。そう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 、ちょめちゃくちゃ楽しみなんですよ。多分安武もびっくりすると思うし、うわすごい、俺もびっくりすると思うから、うん、ちょっとどれだけ綺麗だったか、はい、ちょっと見たいなと思います。楽しみですね。はい、行きましょう。というわけで本日もお願いします。さあというわけで、はい、安武さん、はい、来ましたね。来ました、久しぶりやな、うん、だってコロナ禍になってから一回も帰ってきてないからね。あ、そっか。そう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 、中入ったらめっちゃ綺麗になってるで、はい、ちなみに安田家入ってないやん、はい、僕荷物だけちょっと先一瞬置いたんですよ、はい、家の中に。でチラッてやっぱり見たのよ、はい、マジで変わってる。うわ楽しみ。もうね色が違う。白ノースタイル石田さんですね。完全に完全なる白ですね。完全なる白です。じゃあ行きましょうか。はい、ほらもうここでちゃうやん。うわ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 、えほら綺麗、めちゃめちゃ綺麗やろ。えおかん帰った。おもろい出方すな。お邪魔します。いらっしゃ、おかえり。綺麗やろ、めっちゃ綺麗な、ほんまに。すごい、もう入った時びっくりしてひっくり返しちゃった。この下見てこれ、すごいっすね。これサラピン、私フルピン。何を言うとんねん。見て見て見て、うわ見てほら、見て見て見て、うわ
もう綺麗かわいい。じゃこれもマスク取るわはい、これはめちゃくちゃ綺麗だね。すごいすごい、色がもう違うよね、うんうんうん、前のやつと。前はどっちかって茶色やったから。いや茶色くなってたの。茶色く、そう、もともとは綺麗かったよ、うん、でもまあ10年の間、そう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 、前の方もいらっしゃった。オープニングで言ってますけども、はい、おかんタバコ吸うから、はい、それでちょっと茶色になったりなんかしてな、うん、それがもう白じゃない。綺麗。これちなみに襖も変えてあるから。あ、ほんとだ。せやね、地柄見て、地柄ちょっと柄があるでしょ。ほんとだ粋な、粋な感じになってます、ね、これもおかんが全部調べて細かく選んで、サンプルで選んだら結果なんか東京に似てんね。せやね、うん、だからおかんが結構ね、はい、よくうちにこう手伝いに来てくれてるやんか、はい、うちの自宅に侵されてもうて、たぶん。なるほど。侵されてる。だから、本とかカレンダーとか、いつも通りこう置いた時点で、うん、うちやと思った。ってなるやな。うん、別の家みたいな感じやもんな。最初。前の家は、もともとここ畳なんですよ。はいはい。リフォーム前は、そこにカーペットを敷いてたんですよね。はい、で、今回は、もうおかん和室が大好きだから、はい、畳を新しく全部変えたの。わ、綺麗な畳。なるほど。だからここはもうカーペットじゃなくて畳になってます。はい、こちらです。いい香りです。はい、どうぞ。うわー、綺麗。全部張り替えたんですよ。綺麗。もう本当にいい香り。すごい。懐かしい匂いでしたね、これね。うん、か壁も全部真っ白にして、はい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 、そうなのよ。うん、ふすまも見てこれ。うわ、めっちゃくちゃ綺麗だったでしょ。綺麗。全然違うでしょ。うん、これ視聴者さんでご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、カジサックのご実家の襖といえば、うん、サインが。安竹気づいたやろ。はい。これ実はね、はい、まあこれはうちのおかん、はい、そしてプラス、業者さんが、はい、こう気を利かしてくれてですね、はい、なんとこれも、ここに書いてたやつじゃない？そこに、はい、サインが西野さんと、カジサック。はい、カジサックが来た時に書いて、はい。おかんの中で思い出やし、うん。ということで、なんとですね、はい、えこのようにして、はい、残してる。うわぁ、わぁ、すごいでしょ。素敵。こうなってた。こんなにあったんだ。はい、ありましたよね、そこに。だから、おかんが言うたら、業者さんがわざわざこうやって、切り取って、残しといてくれた。ああ、これはいいですね。古いお付き合いの業者さんでね。うん。うん、なぁ。うん。大ホットサービスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね。すげぇ。でもこう見たらやっぱり色全然本当だ、これが一番わかりやすいですね。わかりやすい。ビフォーマフタイ、わかりやすい。すごい。いやー、綺麗だった、綺麗だった。なるほど、すごい。他の部屋も行きましょうか。はい。さあ、そしてもう一個部屋がありまして、はい、実は今まで動画ではここの部屋出してなかったよね。あ、そうですね。そうそうそう、なんですけど、何やったら、はい、ここが一番汚れてたの。下もそうだし、うん、壁もそうだしなんですけど、はい、もう絶対綺麗になってるから。はい、こちらです。おい、うわー、もうめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗になってるんですよ、うん、これ全然違うもんね、やっぱり下カーペットにしたことによってすっごい汚れてたんだけど、はい、あとこっちの壁とかもね、なんか匂いもいいよね、うん、なんか新築みたいな、新築の匂いしますね、感じがするからね、気持ちいいな、うん、何よりでございます。素晴らしい。そして、はい、トイレですよ。あ、トイレも新しくなってるから。そうだ、まあ、こっちなんですけど、ちょっといいですか、はい、見てもらって、はい、相当綺麗になってると思います。いきます、はい、こちらです。はい、きたー。うわー、自動で開いた、綺麗。いらっしゃいませ、してくれましたね。真っ白やな。この壁もね、変わったんですけども、はい、こういうさ、はい、素材もこれ全部おかんが、うん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 、なんかちょっと模様が入ったおしゃれな感じの。せやね、すごい気持ちいいね、やっぱりさ、うん、さらって。さらっていうのって関西弁やったっけ？関西弁ですね。さらって言うんですか？新しいことをさらっていうの、さらになったっていう。うん。いいね。うん。ちょうどええ。何がですか？座り心地やないか。実は今回、はい、うちのおかんがね、はい、まあ安竹と僕が来るということで、はい、ご飯を作ってくれるって。そうなんです。嬉しい。何食べたいって聞かれてて、はい、何度かここで動画も撮りながら、はい、おかんのご飯も食べながらとかもやったんで、うんうん、ちょっと角度を変えたものにしようかなと思って、はい、実は一個僕がちっちゃいというかおかんが作ってくれている、はい、ちゃんぽんがあるんですよ。ちゃんぽん、梶原家のちゃんぽんって。うわー、いいですね。今からそのおかんのちゃんぽんを、はい、僕と安竹で食べていきましょうか。はい。さあ、というわけでおかんが作ってくれました。はい、やったー。これさ、ちょっ
とは。あのおかんがね、はい、今回まあちゃんぽんを作ってほしいって言って作ってくれてんけど、はい、まあ、やっぱおかんやな、はい、このまあ僕が大好きなだし巻き、うんうんうん、そして菊菜とえのきのごま酢とあと俺の大好きなマグロの山かけだったりするんですけども、はい、もうこれはありがとうございます。本当にありがとうございます。でちなみにこれ、はい、ちゃんぽんって言ってるんですけど、はい、これがね実はうち、うん、まあおとんね、はい、あのまあちょっともう別れちゃったんだけど、はいはいはい、昔、はい、そのおとんの実家が福岡なのよ、はい、でこのちゃんぽんって福岡の家庭ちゃんぽんやねんって、うん、でおかんがおとんのために作ってたみたいな、うんうん、だしとかも、はい、なんかちゃんぽんのイメージで豚骨みたいなイメージない？そうですね、白い、はい、白い、そうでしょ、はい、これはうどんだしで作るんです。ほんとだ、透明だ、ちょっと透明なんですよ、はい、で、まあ、まずとりあえずそれ食べてほしいんだけど、はい、その後にもう一回ちょっとあるマジックをかけるから。何ですか、もういただきます。いただきます。僕がいただくわ。いただきます。いや、でも俺も久々やな、久々や食べんの。これは野菜たっぷりで和風でしょ。ああ和風でしょ。おいしい今和風です。うまいよな。おいしい。これも野菜たっぷり入ってて、最高っすね。牛肉も入ってんのこれ。はい、それが味噌。このキクラゲ入ってるのもいいですよね。いいんですよ。じゃあ麺いこうか。いきます。いきますよ、いただきますね。いただきます。うん、うまい。うまろ。うまっ。いや、美味しい。みんなが想像してる味と全然違うと思う、はい、うん、僕も母親の出身福岡なんですよ、うん、あ、そうか、はい、はい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 。なんでちゃんぽん作ることあるんですけど、それと全然違う。またちゃうねや。美味しいっすわ。その福岡は福岡でも土地によってまたちゃうかったりするんやろな。こんなんやったらですけど、こっちの方が美味しいっすわ。そんなん言ったらあれやそれはお母さんに失礼やわ、ほんまに。いや、でも美味しい。これほいで、はい、まあ、こっから好みやねんけど、はい、さっき僕マジックかけるってやんか、はい、ここにウスターソースをかけたら化けんのよ。俺はちなみに、はい、いつももうド頭からかけるの。はいはいはい。かけてる状態が好きで。皿うどんにもソースかけたりしますもんね。そう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 。それも近いことなのかな。かける？はい。もう一気に変化するから。これうまそう。これがね、合うんですよ。そうそうそう。あ、はい、さあ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 。ありがとうございます。知ってる口だね。ありがとうございます。うん、これがね、また一気にうまくなるのよ。いただきます。いただきます。野菜が多くて麺が。うまっ。懐かしいわ。あ、美味しい。うまいよ。はい。半分ぐらいで買いたいですよ、僕。半々で。はい。両方美味しいから。美味しい。この牛肉入ってんのもね。ええー、ね。いいっす。美味しいですわ、これ。おかん、久々。懐かしい。懐かしい。不思議やな、でもその、うどんだしにウスターソースがってさ。うん、うん。多分、イメージつかないと思うんですけど。はいはいはい。おうどんにウスターソースかけるって考えられんじゃない？うんうんうん。でもやってること近いやん。そうっすね。でも野菜だったりお肉だったりとか炒めてるから、はい、ウスターソースといろいろマッチするんでしょうね。はい、もう完全にそうっすねって言ったことを後悔してますけどね。もう本当にソースの話してるときすいません。首です。首です、ありがとうございます今までありがとうございましたいやでも本当その初めての味。初めての味。おいしい。ええよな。ちょっとだし巻きとかも食べようか。もうせっかくやったら塩かけようか。ありがとうございます。うん、これね、もう醤油もピー。いや、おいしいね。醤油もピーよ。喜んでますわ。ピーよるわ。これがお母さんのだし巻きですね。これがもう本当に好きな、はい、もう大定番、はい、弁当には絶対入れてくれよなっつって。いただきます。いただきます。うん、うん、いやー美味しい。うまいな。ほんまにうまいな。最高やなこれ。これね、おかんの秘伝というかね。はい。これうわごまだれがあんねんけど。美味しそう。これいつも作ってる。もう美味しそう、それだけで。これめっちゃうまいね、これ。どう？結局なって、だからあれですよね。うん、春菊。そう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 、春菊のこと。うん、うん、東京では春菊で、こっちは菊菜って言ったりするんですよ。そうですね。はい。うん。若干春菊苦手な人もいると思うんですよ、うんうん、癖あって、うん、ごまだれ、うんうん、がもう絶妙な味で、もうめちゃくちゃ美味しいですね、これ。うまいんだよな。うん、美味しい。好きやわ、俺もう山かけが大好きでさ、うん、
最高やな。ほんまうまいわ。います。え、安武はどうなん、はい、まあ東京生まれやけど、はい、東京住んでるけど、はい、たまに実家とか帰るでしょ。あ、もちろん帰ります、はい、そのタイミングでなんかお母さんがなんか、はい、実家飯じゃないけどさ、そういうのを作ってくださったりすんの。結構よく食べるのが、うん、なんかその時の季節の野菜を入れてくれてパスタ作ってくれます。いやもうもう安武っていうかもうシェフやん。シェフシェフ竹やんシェフ竹シェフだけじゃないその時の季節の野菜パスタやん。はい、そうっすねそうっすね。いい野菜入ったからパスタ作ろうかって言いますわシェフだけじゃないか。はい、いやでもありがとうございます。それぞれいろんな家庭があるから。そうっすね。でこういうの新鮮やろ。新鮮っすねっていうことやろな多分。はい、美味しい。じゃあ食べていきましょうか。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや美味しかった。最高だったね。最高でしたね。安武もつるん食べたな。全部な、全部食べました。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。食べてくれてありがとう。そしておかんもありがとうなんですけど、ちょっとこっからせっかくなんでね、うん、おかんと軽く喋りたいなと思います、うん、そしてお酒じゃなくてね、はい、今日僕あの駅まで車で来てるんで、はい、おかんの大好きな CC レモンで、乾杯したいなと思っておりますので、はい、ちょっとおかんおいでおいでおいで。はい、失礼します。はい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 。俺じゃあ入れるわ。おかんの大好きな CC レモン。そう、これしか飲まないです。おかんの大好きな CC レモンや。改めましてね、おかん70歳の誕生日おめでとうございます。乾杯。うん、美味しい。おめでとうございます。ありがとうございます。改めてね、結構汚れてたんや家な。汚れてました。約20年ぐらい。そうですね。で、うん、下なんてのはもう前の方もずっとついてるんで、うん、その上に絨毯を敷いて、うん、カバーしてて、うん、大変でした。大変やったよな、うん、壁もなぜかしら染みるんですよ。そうやな、不思議なんだよね。そんなの、うん、パーッとこぼすわけでもないんだけどね、コーヒーを、うんうん、分からんそうやな、うん、でもどうやった実際さ、バーンって変わったわけやん。ちょっと変な感じせえへんの最初はね、うん、で、カレンダーとか本とかはちゃんと詰め直すと、うん、やっぱりいいやっと。あ、なる。落ち着きました。大丈夫、落ち着いてる。落ち着きます。で、すごく広く感じるんですよ。あ、やっぱりね。あとやっぱおかんがこだわった、やっぱ畳もね。そうなんですよ、こだわってたよな。畳が好きなんですよ、やっぱり昔人間なんでね、うん、なんか香りがね、なんとも言えないですよ。そうそう、俺言ったのよ。ブーンと匂う。なんやそれコーン言ってますけどコーンやって俺言ったのは、ちょっとせっかくやったらこれ大リフォームするし、もう畳のとこもフローリングにしたらどうやっていう話したら全部畳がな、畳がフローリングブル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 畳がとんでも8分でございます。とんでも8分おしれもあるし乾杯、天窓もあるし、和室やろこれはで俺がちょっと思ったのは、最初見た時に本当に落ち着くんかなってちょっと不安になったけどな、うん、いきなり真っ白の世界になったわけやんか、うん、いや心が現れる感じで乾杯しとこう。乾杯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 しちゃったらええねこれやっぱ白はいいわよ。白はいいのよ結局真っ白じゃないんだようん、うん、言うとくけど、あ、これね一応ちょっと入ってるのな、ま、あのね、あのオーブホワイトの明るいね、うんうんうん、真っ白はなんぼなんでもちょっと炎上する、まあ、うん、目がチカチカするから、うん、わざわざオフホワイトって言わんでええけどちなみに今日あの映しじゃなかったんですけど、台所もね、そうなんですよ、あのがっつりあのリフォームもしてるんで綺麗になってね、うん、そうなんです。もう油が飛びますでしょ、うん、うれしいです可愛いなついうちの子供たちが来た時びっくりするやろな。おそらくびっくりするだもん。びっくりする。別の家みたいで、カンちゃんとか言いそう、うん、何ここみたいな感じで。でもこの電気気付いた。え、この電気何？コーテ買ったのね。買いました。これも買ったんでございますわ、うん、ほんまによかったよかった、まあ、今までね、いろいろおかんには誕生日プレゼント渡してきたけども、これちょっとなかなかの一番嬉しかったりすんちゃうの。最高やね。あら、だからもうおそらく死ぬまでもうええわいやいや、その分十分やと思う。いやいや、まだまだ長生きしてほしいし。いやいやいや、あんまり長生きしたくないんだよ。いやいや、これ息子としては長生きしてほしいかな、そら。いや、ピンピンコロリよ。ピンピンコロリです乾杯しとこ乾杯しとけ、乾杯しとけ、乾杯しとけみんなそう思ってるよ。おー
割り出してきちゃう。なんやねんピンピンコロリって。だから元気でポテンって振るよ。あ、それをピンピンコロリって言うの。そうそうそう、知らんの。知らん、知らんねん。そんなどうでも教えてくれへんやろ、そのピンピンコロリって。 NHK のドラマでもあったもん。俺おかんが作った言葉やと思ったわ。おかんの作ったことは他にある。何があんの。分かち合う、心一つで事故はゼロ。急にええことだ。乾杯しとこうか、乾杯しとこうか、乾杯しとこうか、乾杯しとこうや。これがおかんが作った言葉。笑いすぎやおかん、おかん、なになになに、親子漫才のオファー来てもらった。普通のおかんでございます。いやでも本当によかった。おかんが喜んでくれるのか僕は一番嬉しいんでね。最高ですね。まあ僕個人的には本当にもっともっと長生きしてもらって、10年20年ほしたらまた20年後にはまたリフォームをすることにはなると思うからさ。20年、92、うん、92、うちのお母ちゃん死んだ時や。だからって俺はもっともっとね長生きしてほしい。いやいかんわ。いかん。ピンピンコロリ、ピンピンコロリ。こぎたらーくなる前に死にたい。延命処置いらんだ。さっき言うとくわ。皆さん延命いりませんので。誕生日企画で何の話。誕生日企画で延命の処置いらんでってね。乾杯しとこうかじゃん。すぐ乾杯する。でも本当に改めましておかん、72歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。完全にピンピンコロリですね。本当に素晴らしい一日になりましたけども。いや素晴らしい。ちょっと俺思ったんよ、はい、近所にオイサック住んでんのよ、はい、せっかくやったらちょっとオイサックに電話しようかなと思って。わ、いいですね。で時間的に、はい、多分家絶対いるし、はい、来てくれるんちゃうかなと思って。あら、呼ぼうかなと思って。わわわ、いけるかな。あ、もしもし。あ、そうだろう。はい、あ、どうしますか。今どこおる、そうだろう。今、家でちょっとゆっくりしてます。あ、家でゆっくりしてんのか、そうかそうか。はいはいはい。あのさ、はい、はい、あ、これ先に言っとくべきやったかもしれんけど。あ、はいはい。あの、今、カジサックチャンネルのカメラ回ってます。はい、さっき言うといてや、そんな。近所住んでちゃう、うん、あ、ちょっと。そうやね、実はな、そうだろう。いや、もうこっからおいさくって言わしてもらうけど、はい、今、あの、おかんの家おんねん、おっちゃん。あ、はいはいはい。で、あの、リフォームしたやろ、はい、あ、しましたね。そうそう、それでカジサックチャンネルでカメラ回して紹介してたのよ、はい、なるほど。で、もしよかったらおいさく、はい、家近所やんか。はいはいはい。来てくれへんかなと思って。全然行ったるで。マジで。あ、マジです。ちょっと待ってるわ、来て。オッケーっす、頼みます。はい、はい、はい。おもろいな、ほんまに。面白いですね。とりあえずおいさく待ちましょう。はい、来た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 。はい、どい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 。どうも、おいさくです。さっき言うといて、ほんま。急いで着替えてんから俺、歯磨いて。ほんまに歯磨いた、歯磨いたよ。急いで。ごめんな、ちょっとびっくりさせたくて。びっくりした、ほんま。プチドッキリやってんけど。プチドッキリ。まずおいさくにも聞きたいのよ。おいさくってさ、よう来てたよ。頻繁に来とったね、もう。勉強とかもここでやったりしてんやろ、うん、してた、してた。っていうのは聞いてんねんけど、どう、このリフォームした感じ。なんか、まあ慣れへんな。やっぱ慣れへん。俺ってだって、まあもう十何年間、うん、まあバーマンち来てて、うん、いきなりこんな白く変わったから、ちょ、まあ慣れへんかな。ちょっと落ち着かへん感じする、うん、バーバンチじゃない感じする。そう、なんかない感じがするわ。あ、そう。でもなんか一個思ったんが、うん、これ床、うん、これ床が解釈の家と同じ。そうそうそう、そうなんしょったんよ。そうだからなんか俺当時と達と会いた時に、うん、ここ来たらなんかおる感じがすんねん、うん、当時達が。ちょっと待って、ここに。おい、泣いてやろうかよ。マジで、マジで。ちょっと待って、ほんまちょっと。ちょっと来たわ今、ほんまに。その感じすんの。するわ。そうか、確かに似てるもんな。めちゃくちゃ似てる。いやでもありがとう、ほんまにわざわざ来てくれて。全然全然。もうちなみにこれおまけでな、うん、まあ、最悪電話も出へん可能性あったから、そうそう、おまけにしててんけど、ほんまに来てくれんだったらガッツリ撮ったらよかったなっていう感じやな。そうやな。ありがとう、ほんまに。全然全然。ちょっとせっかくやったらさ、まあ、おいさくといえばみたいな、もう大体おいさくも分かってるやん、はい、一言ちょっといただいて、それで終わってもいいですか。 OK っす、お願いします。すいません。 It's very beautiful house. It's very clean white wall. It's reform harmony.
最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。